ソフィア様、失礼します。式典の時間が近づいていますが、ご準備はよろしいでしょうか？うん、大丈夫だよ。式典用の演説もちゃんと頭に叩き込んだから。さすがソフィア様、ルーム報告の聖女たる堂々とした勇姿、期待しております。ソフィアとレンは相変わらず仲がいいね。普通聖女と側近がここまで仲良くなることなんてないんだけど。誰かと思えばアレックスじゃない。私たちの関係に嫉妬しているの？重要な式典の本番を前にしてもそれだけの余裕を保っていられるのは素晴らしいことだね。他の教会騎士や聖騎士たちも見習ってもらいたいよ。そういえばアレックス、私に何か用事なの？警備に関して問題でも起こった？いや、騎士団としてできるだけのことはやったよ。騎士たちの配置も完了したし、あとは式典を待つばかりだ。今年はオーゼニア開拓国の建国10周年、盛大な式典だから警備の数も去年の数倍多いはずなのに、もう全ての指示を終わらせたの？他の騎士たちが協力してくれたおかげだよ。私一人の力なんてたかが知れているからね。と、また話が逸れてしまった。実は紹介しておきたい人がいるんだ。アシュ、入ってきてくれ。どうも。国翼団の傭兵で今回の警備を手伝うことになったアッシュです。よろしくね、アッシュくん。アレックスから話は聞いてるよ。私はルーム報告、当代聖女のソフィア。こっちはレンちゃん、私の側近なんだ。ねえアレックス、どうして団長のグレッグじゃなくてアッシュを連れてきたの？二人と年齢が近いから仲良くなれるかと思ってね。それにアッシュは私の義弟なんだ。孤児院では物心ついた頃から一緒だったんだ。ずっと二人で剣の特訓をしてきたから、実力は私が保証するよ。今回もきっと活躍してくれるはずだ。兄さん、そういう紹介はやめてくれ。僕は兄さんのように才能があるわけじゃないんだから。なんだ今の音、近いぞ。こんな会場内に敵襲？外の警備はどうなったんだ？みんな、状況を確認しながらソフィアを安全な場所へ。囲まれる前に会場を出るぞ。何魔物が？状況は思った以上に悪いみたいだね。みんな気を引き締めていこう。出番だ！やっは！とどめだ！なんとか無事に突破できたね。ソフィア様、少し前へ出過ぎです。敵がどこから出てくるか分かりません。できるだけ私から離れないようにお願いします。大丈夫、私だってちゃんと戦えるから。聖女の力を甘く見てもらったら困るよ。
聖女って結構戦えるんだな。そういう訓練はしてないと思ってたから意外だよ。悠長に喋っている時間はない。また魔物が出てくる前に移動するよ。移動するって言っても安全なルートはわからないだろ。どこを通っていくつもりなんだ。さっきの魔物、騎士が勝てないレベルじゃない。特別な式典だから警備も強固だし、国翼団の面々もいる。外から攻めてきたとしても容易にここまでは来られないはずだ。おそらくあの魔物は何者かの手によって陽動のために送り込まれたものだろう。敵が本格的に攻め込んでくるのは今からだ。混乱を起こして指揮系統を乱したところで外から一気に攻めてくると考えられる。今ならどのルートを通っても安全という可能性が高いわけね。なるほど、納得できる意見だわ。敵の狙いはソフィアだと考えていいだろう。彼女を安全にオーゼニアから出国させなくちゃいけない。港へ向かわなきゃいけないってことか。だったら道中で団長と合流できるな。団長と兄さんが一緒ならどんな相手が来ても安心できる。急いでそっちへ向かおう。アレックスには悪いけど、私はアッシュの実力を認めたわけじゃないの。使えないと判断したら容赦なくおとりにでも使わせてもらうわ。なあ、問題ない。そんなことにはならないよう昔から仕込んである。ふん、そこまで言うならお手並みを拝見させてもらうわ。ということだ。アシュ、気合を入れないといけないね。僕だって言われっぱなしになるのはごめんだ。兄さんに恥をかかせないためにも頑張るよ。いい感じだな。罰にお目にかかります。私の名はキケロ。ようやく会場の外に出れたな。こっちの方はまだ敵の数が少ないみたいだ。これなら団長と合流するのも難しくないかもしれないな。とはいえ外も相当騒がしくなってきたみたいね。私が周囲の状況を確認してくるわ。その間ソフィア様のことをお願い。ああ、ソフィアのことは僕と兄さんに任せてくれ。そっちのことは頼んだぜ。無茶なことはしないで無事に帰ってきてね。なんというありがたきお言葉。あなたの優しい心遣いで私の心は隅々まで満たされます。あいつ本当に大丈夫なのかな。
レンが戻ってくるまではここで待機するしかないな。できるだけ早く帰ってきてくれたらいいけど。大丈夫、レンちゃんはすごいんだよ。こういうことは本当にすぐ終わらせて帰ってきてくれるから。そこにいるのは誰です？正体を現しなさい。あら、防がれてしまいましたか。気配は完璧に消していたはずですけれど。なんだ、一体どこから。無駄な抵抗はやめて、おとなしく聖女をこちらへ渡しなさい。そうすれば魔物たちも引き上げさせましょう。そう言われて素直に渡すわけないだろ。大地、お前は誰なんだ。何のために聖女を狙うんだ。私はハンナ。それほど長いお付き合いにはならないでしょうし、覚えていただかなくて結構です。あなたが今回の騒動の原因なんですね。どうしてこのようなひどい真似を。いちいち理由を説明しなければなりませんか。まったく、聖女様は愚鈍でいらっしゃる。念のために聞いたまでですよ。コンクレイブの幹部、エリザベスの右腕ハンナ。おや、エリザベス様のことをご存知でしたか。さすがは聖女様。コンクレイブ。ソフィア、それって何なんだ。ルーマ報告に敵対する組織のことだよ。国家転覆を狙う悪い連中なんだ。とにかく私は聖女ソフィアを引き渡していただければ、おとなしく魔物を引き上げる予定です。交換条件としては申し分ないと思いますよ。この国には教会の騎士団だけでなく、傭兵、国翼団もいます。屈服するのはあなたの方です、コンクレイブのハンナ。バカ、挑発してどうするんだ。お前が真正面から相手になったらダメなんだよ。その強気な態度、嫌いではありません。ではこちらも容赦なくお相手いたしましょう。いつでも準備 OK だよ。アーマー部隊、手加減する必要があります。行くわよ。聖女、それそれそれ、皆殺しにしなさい。聖女、エリザベス様のために。お手並み拝見していきましょう。なんとかハンナからは逃げられたか。ソフィア様、ご心配をおかけしました。レン、ただいま戻りました。レンちゃん、よかった。どこも怪我してない？ソフィア様こそ、ご無事なようで何よりです。警察中も、あなたのことが心配で心配で。感動の再会は後回しにしてくれ。今は一刻を争うんだ。報告を頼む。オーチェニア開拓国内は魔物で溢れ返っていたわ。今は警備に当たっていた騎士たちが対処している状態よ。ただ魔物の数は増える一方で、国外からの侵攻も確認されているわ。時間が経てば経つだけソフィアに危険が及ぶってわけか。港はどうだ。そっちにも魔物は出ているのか。いるにはいるけど大したことはないわ。魔物は主に陸地から攻めてきているから、港側は比較的数が少ないのよ。とりあえず港まで最短ルートで行くしかないな。余計な戦いはできるだけ避けて進もう。言われなくても承知しているわ。ではソフィア様、参りましょう。よし、頑張って思いっきり走るから、みんなサポートはお願いね。女神よ、感謝。
まだまだ強くなるぞ。どこに逃げたって無駄だ。行くわよ。それそれそれ。ズルズルズル。計算が狂ったか。鍛錬の結果です。戦車だ。わっ。謎、ご主人様、ホレット様に作られたゴーレムの三女、ご主人様。これは忍び。思うところあって天州からやってきた。それなりに。うちはレイカ。天州の名家に使える忍者や。行方不明になった姫様を探していく戦争、やっと見つけ出したで。見ての通りの改造リザードマン。
ヒルヒルちゃんことブリュンヒルデです。妹たちと修理屋やってます。主にブラックマリー、それが私の名前なの。こんなくだらない世界、くだらない用事で呼ばれたのか。